んこんにちは、村田でございますよ。ね、僕が立ってるとこ、お、シャウラのコーナーでございます。シャウラといえばですね、まあ、青のシャウラ、赤のシャウラってありました。今年は見ていただいて分かるように、全部赤シャウラになりました。青がございません。ね、青どうしちゃったの？すいません、青は全部赤に変わりました。まあ、でそんな中で新しいのは出たんじゃないのみたいなのがあるんですけど、まあとりあえずチラッと言っておきましょう。今までの5点シリーズの中で3番、これだけがですね、3の RS、ね、RS という数字になります。これはまあだからもう少しスローがかかったよ、さらに粘り強くしたよということなんですけどね、1本だけ入れておきましょうか。とんでもない、キングオブワールドシャワーですね、これがですね、1604SS。 さあちょっとですね、曲げてみましょう。はい、これね、10キロの重りが持ち上がってしまうというぐらい、ね、非常に強い音でございます。何粒の？何でも結構でございます。20キロのタラですか？いけますよ。さあ、問題はそこじゃありません。サラリーマンのためのサラリーマンのロッドというのを作りました。ワールドシャウラツアーエディションですね。パワー4ピースとですね、5ピースというのがあるんですよね。4本釣りと5本釣りと、通常今まで言われるパックロッドと言われるものです。ちょい投げちょい釣り、ちょこっとやると、あ、ポキ降りちゃった、しょうがないなパックロッドだからだったんですが、このツアーエディションにはワールドシャウラという名前がついております。ちなみにですね、このロッドで北海道の伊藤鮭、ああ北海道にあれですか、なんか出張入ったね。しかも秋、鮭なベイビー待ってますよね。それの次も持ちになってくる。いいですか、グレイグレーも隠し持ってください。あなたは仕事で行くんですね、僕は仕事で釣りをするんです、あなたは仕事で行くんです、まあ、まあでも隠して、ね、隠せますね、怖い奥さんがいる方、あれ大丈夫ですかお客さん、ね、怖い奥さんがいる方はですね、買って帰ると怒られちゃう、そういう人はですね、隠せます。いいですか、押し入れの奥に隠せますね、大丈夫です、見つかりません。あ、やっとカエルさんができた、そうです、あなたのためのロットでございます。まあ、種類的にはですね、どういうもの、2651っていうとですね、トラウトだったりバスだったりシーバスだったりメダカナだったりね、沖縄行くんですか、石見梅をやる、いいですね。まあそういうふうに使っていただければ。もう一本の竿はですね、スピニング2752、そうです、これがですね、鮭だ伊藤だ桜マスだね、いろんなお魚ちゃん、あ、やっぱり沖縄タマンギーですよ、鹿児島、鹿児島って言えばあれがいるじゃないですか、エヴァね、あのポジティでございますね、ああいうのをやったりなんかするのもいいですよというね。まあベイトロットもございます、まあ、今の時期で言いますとですね、1652R、 これがあればですね、タチウオがいいです。タチウオ、まあ大体100から150グラムぐらいのジンをしゃくっていただくと、詳しくはですね、あ、今やってる吉川とお店ね、今なんですよ、明日、あ、今日、あ、今日放映ですね、あ、これは映ってるのはだいぶ後でございましたね。はい、まあ1652R、まあちょうどその辺のところ使っていただく。これはですね、このなんとこの4ピースね、もう一本のさ、5ピースというのがあります。5ピースはですね、かなり強くなりますね。そう、これを5本持ってですね、メキシコツアー、村田はじめと一緒に行こう、メキシコツアーっていうのがありますよ。5月13日からあなた行きますかね、ちょっとお高いです、43万円ね、そういうのもございます、まあ、そこにメキシコのツアーに本格的に持っていけるディープのクランキング、スピナーベイトね、そしてね、11インチのワームね、なんか使っていただければ結構ですね、強い竿ですね。そう、あのドラゴン、沖縄のドラゴンっていうとですね、実は太刀魚2メーター超えなんですね。それを釣るのにもちょうどいいんじゃないですかね、ということでサラリーマンのための、ロッド必ず隠し持ってください、よろしく。さあ、ライトゲームにリミテッドが加わりました。さあ、この竿を大阪で一番使えるとしたら、はい、どんな釣り？タチウオです。ですよね、タチウオって言ったらもう大阪発祥の地、はい、天野で、散々この大阪のタチウオ釣り、天野釣りを学びましたけれども、今回はその中でも73調子、特に長さでは2メートルっていうのが僕は好きなんですけど、しんさんから見るとどのぐらいの長さがおすすめ？2メーター、1メーター90センチ、この辺がジャストだと思います。ぜひ
大阪で太刀魚リミテッドを使ってでかいのを売ってください。2015年期待の新製品ツインパワー SW です。ステラ SW 並みの防水性能、X シールド X プロテクトつけてます。ということは IPX8 このまま水に5メーターぐらい沈めて置いてても中に水が入りません。それぐらい防水性能強いです。ガンガンタフに使ってもらえるリールです。よろしくお願いします。今年の新製品フォースマスター800番です。なんといってもパワーが上がりました。今までのビーストマスターフォースマスター3000よりも強い無敵プラスモーターでもう青物ドラゴンタチウオ全部手こまします。電動タイヤ場に最適のフォースマスター300ダブルハンドル今年発売です。なんといっても、細糸対応の、スプール、そしてそのスプールの糸が噛まない、さらに、完全等速巻きを実現しています。今までは、ゆっくり巻いてもですねやっぱりスプールの径の分、外に行けば行くほど、糸が巻くスピードが変わっていっていたんですけども、それすらも計算してそこから水面まで全く同じスピードで巻き続けることができます。電動タイヤ場にぴったり、よろしくお願いします。今年発売になりますシマノの引き船アドバンスパワー2、こちらですねなんと片手で開けれます。そして片手で締めることができます。背の中で立ち込んでても全て片手で開けてそして締めることができます。さらにオートリターン機能がつきました。というのはですねこう背の流れの中でひっくり返っても自動的に元に戻ります。これで鮎がピクピクすることもありません。今年の引き船はアドバンスパワー2、よろしくお願いします。